レーマ・ロバータ・ボーイは、リベリアの女性平和運動家。2011年のノーベル平和賞受賞者である。名前の日本語表記は、リーマ・ボーイとも。リベリア共和国中央部に生まれ、17歳で首都のモンロビアに移住。この時、第一次リベリア内戦が勃発した。自身も、幼児二人を連れて、首都を離れ、3部屋の家に、やはり避難してきた、親戚50人と暮らした経験がある。ソーシャルワーカーの研修を受けて、心的外傷を負った兵士のカウンセラーとして働き、チャールズ・テイラー率いる軍の元少年兵らを治療した。2002年、社会活動家として、リベリア人女性による平和大衆行動を組織した。魚市場で祈り歌う女性たちの運動として、始まった活動は、連絡団体ワイプネットがまとめ、平和を希求する非暴力の抵抗運動として、キリスト教、イスラム教の垣根を越えて広まっていった。ボーイの指導のもとに、テイラー大統領との会見を設定し、大統領にガーナで開催される和平交渉への参加を確約させると、ボーイ率いるリベリアの女性たちは、公式代表団としてガーナに赴き、和平圧力を加えることに成功する。アクラのガーナ大統領官邸前で無言の抗議集会を行うなどした結果、膠着していた和平交渉も合意に達した。ボーイらの運動は、翌2003年の第二次リベリア内戦終結に道筋をつけ、また共に活動したエレン・ジョンソン・サーリーフの大統領選当選を下支えし、アフリカ女性初の国選大統領、2番目の国家元首が誕生する。ボーイらは、平和を象徴する真っ白い T シャツを着て運動を行った。T シャツには一人ずつ通し番号がつき、その数は3。こうして暴力や政府に反対する女性も政治勢力であることを示した。ニューヨークでボーイはジニー・レティッカー監督と映画関係者のアビゲイル・ディズニーから取材を受け、ごく一般の女性たちがリベリアの内戦収束に果たした役割を映像にしたいと熱望されると、作品、Pray the Devil Back to Hellの撮影に至る。女性による平和構築の流れは、他のアフリカ諸国へも紛争解決を求める運動として広がりを見せている。ボーイは映像作品に出演後も活動地域を広げ、新たに団体、女性と平和安全アフリカを立ち上げたものの、活動資金に困っており、相談を受けた。ディズニー自身は$25,000を提供し、周囲にも寄付を進め始めた。資金を使い、シエラレオネ、ニジェールデルタ地域の紛争地へ、リベリアで編み出した平和構築の基礎づくりを伝える。ディズニーは平和活動家のグロリア・ステーネム、グロリア・スタイナムらにも声をかけ、ガーナで行うワイプソンアフリカの会合に送るなど、映画の人たちは、仕事が終われば関係も終わると予想したボーイの、マスコミ関係者への不信感を徐々に解いていったという。2019年現在のボーイは、ガーナの首都アクラに本部を置く、Women Peace and Security Network Africa、ワイプソンアフリカの事務局長職につき、西アフリカ一帯に平和運動を広げる活動を統括し、創設者の一人として関わった、ピースウィメンあるいは1998年以来、西アフリカの平和構築の先駆けとなる団体、西アフリカ平和構築ネットワークとも連帯している。2013年10月より、コロンビア大学、バーナードカレッジのフェロー、同学で講義を持つ。女性による平和構築及び安全保障プログラム、通称、ピースウィメンは2000年創設。国際連合の活動を監視する団体で、女性の権利、平和構築と安全保障に関わる、その活動を見つめ、権利擁護と普及活動に取り組んだ。ボーイは、活動地域の拡大を願って、ワイプソンアフリカを2006年に創始し、ナイジェリアの市民活動家、テルマエキオとエコマバシーアラガに呼びかけて、ガーナに本部を置いた。ボーイは、モンロビアの高等教育施設、マザー・アッパターン・カレッジ・オブ・ヘルス・サイエンシズでソーシャルワーク学を修了し、2001年に資格を取得、2007年にアメリカのバージニア州ハリソンバーグのイースタンメノナイト大学より衝突からの転換によって芸術修士号を授与される。また国連訓練研究所、カメルーンの戦争被害者トラウマ治療センター、リビアの非暴力平和教育の各機関で研修を受け、衝突防止と平和構築の修了証明書を受ける。内戦中の記録映像や録音を綴り合わせた2008年の映像記録作品、悪魔よ地獄へ帰れで主役とナレーションを担当した。同作はトライベッカ映画祭で最優秀記録作品賞を受賞。アメリカの公共テレビ局 PBS は2011年10月から11月、初旬の火曜日ごとに5回に分けて、Women, War and Peace シリーズを放映し、本作を放送した。この作品は、武力衝突が発生している、または収束した地域で、アドボカシーのツールとして使われ、ボスニア、アフガニスタン、イラク、南アフリカ、ルワンダ、メキシコ、ケニア、カンボジア、ロシア、スーダン、コンゴ共和国、ヨルダン川西岸地域で上映されてきた。反応は驚くほど似通っている。国や社会がどれほど異なっても、女性は映像の中に自分を見出し、それぞれが抱える問題の解決をめぐって、どうすれば解決できるか協議が始まるミダブロブル。映像作品で、ボーイは自らの身の上に起きたこととは、対照的に明るく笑い、人生を楽しむ人物として描かれる。堅苦しくない雰囲気なのに、伝達の政治家や宗教の垣根を動かしてみせる。賑やかで鋭利な戦略家という印象を与える。風船と紙吹雪、ピエロがお菓子のお土産を配る。式のお祭り騒ぎや娯楽としてではなく、寄り添う気持ちが湧き上がるような親しみを覚える。画面では女性たちは歌い踊り、微笑み、純白無垢のドレスを身につけ、座り込みやデモの列から笑い声さえ聞こえる。ハフィントンポストディズニーは、ニューヨーク滞在中のボーイを、特殊化の輪に紹介するため、フィランソロピー活動に助言をする、ヒルディ・シモンズ及びホワイトハウスプロジェクトの草案者、メアリー・ウィルソン・マリエ・シー・ウィルソンに引き合わせると、やがて数々の受賞への扉が開く。2006年前半に、ジョン・カイ・ケネディ記念賞を受けたのをはじめ、ウィメンズ・イー・ニュース、グルーバー女性の権利賞、ケネディ勇気の横顔賞他一連の表彰を受ける。2011年7月に母校イーストメノナイト大学から卒業生表彰に決まったと発表があった。2011年10月に母校で表彰式があり、ノーベル委員会は同年の平和賞に女性3人を選んだと発表し、ボーイの名が含まれていた。ノーベル平和賞の賞状を披露するタワックル、カルマン、レーマ・ボーイ、エレン・ジョンソン・サーリーフ受賞。受賞年の高順14年の高順発行年順、翻訳版の書誌は減少参照。ありがとうございます。